どうもスマッシュログ TV です。はい、はい、今回はなんとキャラ対策とか、はい、そういう小難しい話は置いといて、うん、あの年末ですねっていう回です、うん、ただそれだけ薄いな、それだけです、まあ、スマートでいろいろね深掘りしていきましょうよ。このテーマだけで突っ走りましょう、ね、この状態からね深くなる未来がなかなか見えないけど、立ちトークみたいな感じで、うんうん、要はそのテーマがないところからどれだけ広げられるかっていう。そうですね。でまあ1個目、まあ年末普段どう過ごしてますかっていうところでちょっと喋ってみましょう。じゃあエルさんから。エルさん、まあ僕ね年末もここ何年もまたコミケ行って、うん、はい、ビッグサイトに行って、うん、もうルーティンっすよね。もうルーティン、しかも今年4日間でね。エルさんなんかコミケをなんかもうさも仕事みたいに言うじゃないですか。いやコミケは仕事っすよ。仕事がグループで、あの役割を決めて司令塔がいて、うん、なんかその突っ込むやつ、あの突撃するようなやつがいてとか、うん、結構なんか地味な仕事をやるやつがいてみたいな、ね、うん、そうコミケがあるときにエルさんになんかそのスケジュール入れようとするともうなんか悪ビルもなくあもうそこ無理ってダブルブッキングみたいな別に行かなきゃいけない話だけど、まあ確かに思いながら結構そういう節があると思うんですけど、まあでも、うん、でもあれなんですよ、来年の夏コミは行けないんですよね、はい、あ、行けないですか、はい、梅村のね、ジャパンメジャーと、あ、そう、来年あのオリンピックのせいでゴールデンウィークに夏コミがあって、あ、そうなんですか、そう、ジャパンメジャーと被ってて、さすがにちょっと梅村優先しようかなと、ね、あ、よかったよかったちょっと楽しみなんで、まあ、年末はコミケに行ったり、年末はコミケ行ったり、うん、まあそのコミケの前の週はちょっと今年はね楽しみな有馬記念がね、はい、謳歌してますね、謳歌してますよ、はい、いいですね、年末っぽい、年末なんか結構その僕がやったりやらなかったりもするんですけど、結構年末の長い休みだからできるってことで、うん、なんかそのスマブラの仲間で集まって、うん、攻略に時間かかるようなクソゲーとかをぶっ続けてやるとかっていうのを、年越しオフとかもありそうですよね、年越すまでにこのゲームクリアしたいねみたいな、うん、だからそういうプレッシャーをかけられながら、それ新型帰宅だけじゃないですか、そうすぐバレる、どうですか将軍さんは。俺はいや、そう結構ね埋まってるっちゃ埋まってるんですけど、うん、仕事と、そもそも仕事と仕事なりスマブラプレイヤーたちの忘年会、うん、とか、あとなんか年末企画のなんか生放送とかがポツポツ入ってたり、うん、収録入ったりとかで、うん、全然そんぐらい、え、仕事は三が日っていう、あのいわゆるなんか、はい、年末の29、30、31、はいはいはい、1、2、3も仕事は、あ、それはないかな、そこです、そこをどうしてるか、あれですか、家で紅白見てたりするんですか。うん、紅白は見ないけど、ライジンは見に行きたいまであります。ライジン格闘技好きなんですよ。いいです、ね、なんか俺が言ったのは現地観戦しに行きたいんですよ。12月なんかねスマブラが結構キリいい感じで、うん、コンゴサガも終わって、うん、その PGR とか、うん、あの世界ランキングとか JPR 日本ランキングとかの、うん、こう締めの期間とか重なってて、うん、ちょうど今が休み時かなって思ってるのもあって、そうですね、うん、まあせいぜい言うなら大晦日ちょっと格闘技見に行きたいなぐらい、うん、てかちょっと気になったんですけど、はい、年末ね29とか30とかも平日大会やってるんですかね。あー、なんか武田さんとかも計画上やりたそう、武田さんそうだけどやるみたいなそう、なんか梅村とかはさすがにないけどそういうツイートし関係なくやりますよく知ってんな、確かにそれやりそうだし、うん、その通りだな。あとあれ、うん、格スマとか、格スマ、あーやりますね、なんですかそれ、あの格ゲーの上位勢が、そうだそうだ、格ゲー勢、あれ何日かちょっと忘れちゃったんですけど、確か29とかそれぐらい、あれもろ年末っすよね、うん、あれ楽しみっす、あれ楽しみっすね、うん、なんか年末番組感ありますよね、そう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 、ドリームマッチじゃないけど、うん、そう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 、まあ本当に全員俺がスマブラ始めた時から有名な格ゲー勢として、うん、全然雲の上の人だった、うん、人たちが俺と同じゲームやってスマブラやってるっていうのは結構面白いし、うんうん、あれは単純に結果も興味ありますよね、どうなるのか楽しみ、うん、っていうことでそんな感じかな、うん、ケプさんはどうでしょう。これは何にも決めてないですね、年末予定なし、なんか専業になったから、はいはいはい、あんまり仕事してる時はもう年末に向けてもう全てのモチベーションがあったんですよ確かに、ああここまで働けば休める休めるぞで休めたから何をしようって決めるような気持ちになってたんですけど、確かに確かに、
ゴールテープ切ってるからありがたみはそこまでないんで、なんか俗に言うあれですよ、毎日がエブリデイみたいな感じですよね。そうですそうです、うん、だからまあ高校の友達とかはやっぱ働いてる人が多いんで、そういう人たちと予定合うっていう意味では、うん、そういう人たちと遊ぶかもしれないですね。あ、ケプさんすぐ高校の友達とつるむよね。まあそうですね、一緒に住むしさ、なんか一人また増えたりとか、なんかそう、高校の輪を大事にしてるの。まあ逆を言うと大学とかで何も友達ができなかったって感じですね。俺もうね、高校の友達で連絡取ってる人一人もいない、はい、あ、俺も一人もいないです。真央ぐらいしかないですよ。そう、高校の友達みんな連絡取ってない。今、真央言いたかった。真央、いや真央をしたかっただけ。それやられたら俺それ、はい、まあ、確かに真央に連絡取ってないけど、初登場権を今ね、完全に満たしちゃった。そう先輩後輩のね、まあ、別の媒体で言ってるんだけど、真央高校の同級生です。あ、同級生、先輩後輩だって同級生。おめ、俺先輩です。クラスとかも一緒になったことある？クラスは一緒になったことないけど、あの体育祭で、うん、あの春組、夏組、秋組、冬組って分かれて、生まれで夏組でしょって。いろんなとこに言ってさ。夏真っ盛り。しかも一番夏じゃない2人。そう、うるさい。2人ともね、うん、なんか夏の雰囲気ない、うんうん、夏真っ盛りっていう掛け声で俺らそううぞうむぞうとして言ってたよ。で、まあ、うん、せいぜい高校の同級生と、まあ、なんか遊ぶ。そうですね、うん、まあ、そういう場合って何して遊ぶの？遊ぶ、俺大人になった時の遊ぶってそれこそ何なのっていう厳しい。わかります、わかります。でしかも自分はなんか自分もそれ言う側なんですよ、実は。っていうのが、大人の遊ぶ大体酒だと思ってるんですよ。だいたい飲み行くことを遊ぶ、なんだろう、まあ、遊ぶイコール飲み行くじゃないですか。どっかの食べ物か飲み物の店に行くっていうことは、そう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 、確かにありがちな。で問題なんですけど、自分が問題ってクイズじゃないですか。苦笑いじゃん。クイズお便りなんですか。あれです、自分がお酒飲まないんで、うん、だから遊びってなるとみんなは酒飲んでんだろうなって思いつつ、自分は何してんだろうな。さっきエルさんが言ってたこと近いかもしれないですね。なんか昔のそのちょっと一晩徹夜すれば全クリできちゃうようなゲームを、別にみんなでやるゲームじゃなくても一人がやってんのをやいやいや言いながら見てたりみたいな。キャラ作りとかじゃなくて本当にそういうのはないのよ。マジでそういう経験が。で別に今年も普通にしっぽり、うん、でもなんかやったら好きそうじゃないですか。なんか例えばパワプロとか好きじゃないですか。いや、まあおなじみのみたいに言うけど、そんな俺むしろおなじみだったんだね。おなじみっすよ。翔平さんといえばパワプロなんだ。誰が知ってんだろうと思いながら聞いたけど、まあまあ好きだね。だからその例えば、うん、仲間集まってパワプロをサクセスやる、サクセスを、サクセス最強キャラ作ろうみたいな。みんなでやんやんやん言いながらとか面白そうじゃないですか。大丈夫博士出ないよみたいな、うん、いやー微妙だな。一人でやりたい。俺なんか本当にもう一人でしか何にもできないわ。悲しいこと。いやでもおしゃべり好きじゃないですか。おしゃべりは好きだね、うん、だからなんか波長合う人とだったら楽しいんじゃないですか。なんか2時間ぐらいはいけんの。2時間あ、なるほど。そう、じゃあ夜は越せないです。夜は越せないし、うん、2時間超えると自分の星に帰るから。じゃあ初詣とかもなしで。初詣なんて昨日自分の配信でも言ったぐらい、うん、何で行くのか分かんないっちゃう話ですよ。完全に僕の配信になっちゃうんですけど今から。初詣って何なんですか。突然朝早く起きて、普段起きないくせに、うん、突然早く起きて朝神社並んで、うん、普段行きもしない神社並んで、うん、一番人が多い、そう、多い多い、一番人が多いところであえてかぶせて行くじゃないですか。、うん、で何するんですか初詣。いやなんか俺はどっちかというと元旦に朝早く起きて行くじゃなくて、うん、年末31日に起きてて、はい、年へ越してそのままもうなんかね、もうやんやんやんのテンションのままもう年明けたし、うん、寝るんじゃなくてもう初詣行っちゃおうかみたいなぐらいのノリで、ちょっと分かる。そう、すぐ分かりした。そんな感じ。あれじゃないですかね、1月1日の朝になんか集まりたくなった時の口実みたいな、ね、あだと結構いい感じですよね。
悪くはない悪くはないですよね悪くないっていうか、まあ、分かんなくはないね、うん、かといっておみくじとか引いてね、うん、この大吉ね、うん、中吉とかはたまた今日はたまたね言うこ何っていう、あ、だからそのイベントとしての色が弱いですよね。弱い。その花火大会とかだったら花火見るとかあるし、そう、初詣っていうなんかそのふんわりとしたイベントに何が、そう、そのイベントのね、そのプログラムどうなってんのっていう、そうね、うん、それはあるかもしれない。並んで、おみくじ見て、ちょっとイベントとしてのパワーは確かに低いでしょ。だからなんか3人なんかまあタイプ結構、うん、違ったかもしれないですけど、妻勢はなんかこういう年末をね、うん、過ごしてるわけじゃなくて、みんなおのおの、そうね、で、あとあれですね、スマッシュログ見てる人からすると多分タイムラインとかもみんな暇でにぎわうし、うん、で、ほら配信とかも多分増えるだろうし、うん、結構そのスマッシュログ見てる人からするとなんかいろんな娯楽が増えるんじゃないかなって思いますので、確かに楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということでこんな回ありました？今までもうちょっとスマブラ絡めたそうだね、うん、まだスマブラに関するあるあるとかそこから広げてたものただただおのおののプライベート定時退社に近いようなそう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 、たまやね、うん、まあまあこんな年末なんでね、はい、こんな回もありましたということで、はい、以上スマッシュログ TV でした。